本当にこの自国開催のパラリンピックという最高の舞台に立って、これまでコーチや仲間と共に積み重ね磨いていった努力と、またこれまで多くの方々にサポートしていただきましたが、その方々の思いがこうして個人戦の金メダル、チーム戦の銅メダルという形で証明することができたことを本当に嬉しく思っています。まずは無事に東京パラリンピックを開催していただけたこと、また無事に終えることができたこと、本当にそこに感謝の気持ちでいっぱいでして、その中で今回東京パラリンピックでは銀メダルを獲得することができて、自分自身も嬉しい部分もあり、ただメダルを獲得できたことに嬉しさはありますが、やはり金メダルではなかったので悔しさも残ってはいます。本当にパラリンピック中もたくさんの方に応援、またボランティアの方をはじめたくさんの方にサポートをしていただき、本当に安心して本当に心強く試合に挑むことができました。今回のパラリンピック、まずは開催自体も危ぶまれた中で、本当に多くの方々の我々の見えないところでご尽力くださった方々、ボランティアの方々、本当に聞き上げてるかもしれませんが、本当にもうそういった方々への感謝というのが、もう本当に今回の大会を表す一言なのかなと、もう常々考えながら競技に大会中取り組んでいました。平常心のように見えてるんですけど、実際はめちゃくちゃドキドキしてますし、ミスをすればやばいと思ってますし、そのミスをしたとしても、自分の中でそれを引きずらないようにとか、そういう気持ちでは戦ってはいるので、そういった部分で周りから見たら平常心に見えたりだとか感じるのかなと思います。